はい、皆さんこんにちは、こんばんは、コロムシでございます。今回ですね、前回の配信に引き続いて、年始早々気になっていたカード3つをですね、紹介させていただきたいなと思います。ご興味のある方、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ちょっと本題に入る前に、1月20日発売されますよね、スカーレット EX、 バイオレット EX が今回発売されます。今回1パック180円ということですね。ちょっと値上がりしましたね。税込みで180円、パックもね、高騰したようですでね、スカーレットバイオレットにはまあこのコライドンの EX やミライドン EX がね、いわゆる伝説のポケモンが、今回収録されますよというお話もありました。で、それからウィンディ EX のようにね、このテラスタルっていう効果、要はベンチにいてもダメージを受けないっていうね、効果があるカードも出ますよということでね、何回か、情報が出てましたよね。でね、今回も ARSAR が出ることが分かったんですよね。で、例えば今出てるんだと、このレオルとかヤドン、ヤドン可愛いな、またこれ。パチリスも可愛い。あと、墓地、このぬいぐるみ、やば。てか、まあ、AR ってほんと全部やばいです。本当にいいイラストですよね。で、その中でも、ちょっとこれ見てほしいんですけど、こちら、ラルトスの AR なんですね。この次、進化版、キルリアの AR がこちら。で、サーナイト EX の SAR がこちら。これ見てくださいよ。まるで、歩んできた家族写真のような、このね、アルバムみたいなこの出来。いやー、粋ですよね。めっちゃ粋だなと思いました。ちょっとね、これを見て、わーと思ったので、配信で言おうと思いました。素敵ってなっちゃってね。で、あと、まあ、ついでに、今回こちら、10パック購入をすると、プロモカードパックが1つずつプレゼントされるみたいです。で、中はどうやらランダムで8種類ということです。で、毎度ね、こういったプロモカード出てくるんですけど、いろんな形でね、プロモカードというのは市販されないカードですので、しっかりね、ちょっと内容をチェックしておいてくださいということがね、お伝えできればと入れさせていただきました。ということで、ここから本題にさせていただきます。3種類のカードがあります。まず、1つ目いきましょう。こちらです。アセロラの予感でございます。現状を見てみましょう。10月の4日に 15,133円の販売価格。10月22日に 23,748円。で、12月の22日にまた 14,670円に落ちまして、現在、まあちょっと簡単で見た1月1日なんですけど、15,469円とちょびっと高騰しましたよ、みたいな今状況になっています。去年の、ハイクラスパック、2021年12月3日に発売されました VMAX クライマックス収録のカードでございます。このアセロラの予感を、チョイスしたかという理由が、まず2つございます。価格が実は止まってたんですね。トレチャさんの今グラフを見てるから、いろいろわかることも多くなったんですけども、このグラフをね、こうして配信で使う前からね、まあ大体1月末から2月上旬ぐらいに、高騰するんじゃないかなっていうのをコロムシは考えてたんです。前回の配信でも皆さんにはそう伝えてました。トレチャさんのこのグラフにすることでね、すごいね、動向が分かりやすくなったっていう、大変説明しやすい。まあ、なので、まあ、一定だったので、ここからね、もう、上がってくる傾向がどうしても強いなというのを、感じております。これからが、大変楽しみなカードだなと思いながら、まあ、今回のこれ一つ目の理由とさせていただきます。二つ目なんですけども、こちらもね、前回の配信同様、リリエの話でちょっと出しましたけども、先輩カードの存在っていう話なんですね。アセロラと言いますとですね、実は結構複数出てるんですよ、いろいろ。例えば、こちら見てみましょう。エクストラバトルの、アセロラです。12月12日のちょっとね、データしかないですけど、これ178万です。在庫がほぼほぼございません。カードショップさんにもない状態が続いているというね、非常にまあ、貴重なカードですね。で、その次に、こちらのアセロラ、これ、試練のアセロラですね。11月の、2日が52万8000円ということでね、これも非常に高い。こちらもね、リリエ同様、通常のパックから出てくるカードなんですけども、このようなね、ちょっと金額がもうついてしまっているんですよね。アセロラ人気っていうのはやっぱ凄まじいですよね。この先ちょっとこちら見てもらいたいんですけど、CHR です。ドリームリーグに収録されているカードなんですけども、こちらも10月7日が2700円だったんですけども、11月11日5687円まで高騰して、現在が4826円と。で、まあ、このままちょっとついていっちゃいますけど、こちら、ミミキュー V の CSR。これも10月7日1300円だったのが、11月8日に2800円。で、現在が2358円と。あ、これは VMAX クライマックス収録ですね。アセロラの予感と同じです。VMAX の方も見てみましょうか。10月7日が4200円。10月22日が9126円。もうちょっと1万円ですね。現在が5873円ということですね。で、今の CHR、それから CSR はですね、他のね、キャラクターレアとか CSR の中でも非常に高額なカードになってるんですね。
ね。もしかしたらこれもね、アセロラが入ってるから、高騰してるんじゃないかなと、コロムシは思ってます。ということで、まあ、何が言いたいかというと、アセロラが入っていることによって、高騰している先輩カードっていうのがずらりとあるんですよね。これが、このアセロラの予感も、後々に引っ張られる、釣り上げられる理由になっていくんじゃないかなと思いますので、現在、お持ちの方はぜひね、大切に保管していただけたらなと思ってますので、よろしくお願いいたします。それではね、次行きましょう。次がこちらでございます。メイ SR でございます。現状ちょっと見てみましょうか。現状ですね、10月6日、103,400円だったんですね。で、10月28日に116,400円まで高騰しておりまして、まあ大体現在1月3日、84,335円という形になっています。グラフを見てね、そろそろ底値の雰囲気も、出てるのも理由としてはあるんですけども、メイっていうのは、まあ今回理由はね、一つに絞っちゃおうと思ってるんですけど、メイはもう人気一本で高騰したカードなんじゃないかなとコロムシは感じてます。まあね、メイと言いますと、ポケマス、ゲームですよね、が2019年8月28日リリースされてるんですけど、主人公であるということや、ゲーム上でもね、非常に強い優秀なサポーターらしいんですよね。で、まあさらに可愛いと。公式でね、書いてあるの見たんですけど、目立ちたがりで、明るく元気で、正義感の強い少女トレーナーって書いてありましたね。めちゃめちゃなんか人気がつきそうな感じの。で、まず一つ、まあこれもね、理由だとは思うんですけど、こちらちょっと見ていただきたいんです。以前、別の配信でも言ったんですけど、コロムシがメイ SR を売ったことがあるんですよ、メルカリで。で、それの、まあこの、実績のちょっと画面なんですけどね、14,999円でもう本当、今考えればバカだなって思うような価格だとは思うんですけど、当時、この価格は妥当だったんですよ。で、ちなみにこれ当時っていうのは、売った日がね、2021年2月15日なんですよ。約2年前にこの販売したのがこの価格なんですよね。この後ですよ。恐ろしい驚異的な、高騰を見せますよね、メイは。ブワーッと上がりまして、最終的に販売価格12万ぐらいまで行ったはずなんですよ。この12万とかに行くようなポテンシャルの高さ。で、現在は今84,335円で8万円レベルになってるんですけど、正直、このね、高騰の上り方を考えると、どうしてもね、8万円でとどまるとは考えづらいんですよね。この年末年始っていうのは、まあ、ショップさんも含めて、いろいろちょっと特殊なやっぱり、動きをする時期なんですよ。お金がね、やっぱり消費者のところで集まっていくので、売っていきたいっていうような時期なので、でこういった変動レベルっていうのが出てきてもしょうがないとは思ってるんです。で、先ほど、アセロラの時もね、ちょっと紹介したんで、こちらも、紹介したいなと思うんですけど、メイ実はね、ジャローダのね、CSR にも載ってるんですよね。ジャローダの CSR、10月8日がね、5,666円。11月4日が7,215円。現在は6,207円かな。これ白熱のアルカナに収録されているカードなんですけど、これもね、この CSR の中では相当高い方になると思いますね。さっきのね、その人気っていう話しましたけども、このジャローダも多分上がっていくと思いますね。お持ちの方は大切にしていただきたいなとは思っております。やっぱりメイは、こっから登りますよ。心持ちの感覚では、まあ12万は軽く超えていってもらいたいなとは思ってるんですけども、なんせね、ダブってたからって言ったってね、1万5000円で売っちゃってますからね。まあ、2年前でその価格だったんですよ。それがね、落ちてるとはいえ8万円になってるわけですから、当然もうこれは保管しといてほしいなと思いますね。まあ、ということを総合的に、いろいろ含めて、これからもう登っていくんじゃないかと、気になってしょうがない、カードの1枚となりました。こちらが2枚目の紹介でした。次、3枚目行かせていただきたいと思います。3枚目はこちらでございます。ラティアス&ラティオスの GX スペシャルアートでございます。まず現状ちょっと見てみましょう。10月の16日、56,240円。で、12月25日に、91,684円まで高騰。で、現在1月2日、85,088円ということで、今落ち着いております。ラティアってなんですけど、タッグボルト、に収録されております。2018年12月7日発売のパックなので、4年前のカードとなりますね。ただ、4年前とは思えないぐらい、このシンメトリーのね、素晴らしいちょっとイラストカードなんですよ。こちらがなんで気になってるかっていうちょっと話なんですけども、一つでまとめられるんで、理由は一つですね。まずちょっとこちらをご覧いただきましょうか。今コロムシがね、ショート動画で上げているスクショなんですね。で、ここにも書いてある通り、買取価格として出してるんですけども、こういう状態で、どんどん上がってってたんですよ。こういったそのグラフをね、見る前から、このカードちょっとやばいなってずっと思ってたんですね。
で、トレチャさんのグラフが今見れるようになったので見てるんですけど、これ見てほしいんですよね。まあ、ここ数ヶ月ずっとまあ急上昇していて、販売価格もね、9万円前後っていうのがもうね、約2ヶ月間続いてる状態なんですよ。で、多くが、その下落した、カードはね、下落した時期あったじゃないですか。大体ね、11月中旬から後半ぐらいに大きく下がってったカードが多かった中、このラティラティはほぼダメージがなく、現在まで来ているっていうね、とてつもない強いカードなんですよ。他のね、そのカードとかもぜひ見比べてほしいんですけども、なかなかないグラフなんですよね、これって。まあ、これもね、4年前のカードなんで、古いカードが実は上がってきてるっていうのはあるんですよ。今度またね、はい、配信で言っていくんですけど、EX、古い EX が今実は高騰し始めてるんですね。古いから上がってるっていうのも確かにあります。でただ、これほど、下落にダメージを受けないカードは珍しいなぁと思ってるんですね。非常にこの、今後もね、楽しみなカードでして、どこまでダメージを受けないで高騰していくのかなっていうのがね、クロム自身も楽しみなカードの一枚なので非常に気になってます。ということでね、お持ちの方はぜひ今まで以上に大切に保管をしていただきたいとも思いますし、これからね入手される方、まあシングルで買うのは非常にちょっと高いですけども、オリパなどで当てることができたら大変ラッキーなカードだと思います。今後のその期待値という意味で素敵なカードではないかなと思いましたので、今回ご紹介させていただきました。ということで、これ以外にもあります。まだ気になるカード。実は、セレナ、白熱のアルカナに収録されているセレナも、実はちょっと最近動きがまた出たしてきているので、こちらもまた配信したいですし、まだ実は気になっているカードはたくさんあります。いろいろね、また新しい動きが出てきたり、まあ、お伝えできるような内容がありましたら必ず配信させていただきますので、ここもね、ぜひ楽しみにしていただけたらなと思いますので、よろしくお願いします。ということで、今回の動画はこちらで終了させていただきます。参考になったと思っていただける方がいらっしゃったら、ぜひ、チャンネル登録、高評価、ツイッターのフォローなどいただけたら大変嬉しいです。よろしくお願いします。次の動画でお会いしましょう。それでは皆さん、バイバイ。